皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。わー、4月からね始めたディスコードサーバーですけれども、まあ多くの人たちに来ていただきまして本当に感謝ありがとうございます。いやー、今もね Now で続いてるんですけども、このねぎこちゃんのディスコードグループで、参加してくれた人同士がですね、まあゲームとか会話してて、あれに勝てたよとか、これに勝てなかったから手伝ってくんないかなとか、ああそういう様子が見れてね、場所作りしてよかったなってぶっちゃけ思ってますよ。あとね、まあ、基本的にみんなマナーがいい、何も言ってないんだけどマナーをちゃんと守ってる、マナーを守ってくれてありがとうな。こっちの方が良かったでしょ。でディスコードってそもそも何なのよっていう方もね、今回の動画から見た方だったらいらっしゃると思うんですけれども、ぜひともね、前回の動画場所作りましたっていう動画があるので、それ見ていただければと思うんですけれども、まあ、簡単に言うと高音質、音声通話とチャットが簡単にできるサービス、それがディスコードだ。で今後ねディスコードのこのサーバーを使ってやりたいことなんですけど、一つはみんなでゲームやりたいね、マルチとか、ここ限定でちょっとマルチやろうぜっていうこともできたりとかもするし、それちょっとやろうかなと、まず一つ思ってます。あとは、これできればなんだけど、まあ、ぎこちゃん見たい人いるのか分かんないけどね、ぎこちゃんの日常っていうところをテーマにして、まあ、ちょっと動画作成に関する裏話、裏写真、裏映像、に関して、ちょっとペタペタちょこちょこ貼れたらなっていうところなので、もしもマニアックな方いらっしゃったらね、ぎこちゃんのそう裏ちょっと知りたいよっていうマニアックな方いらっしゃったら、こちらもね、楽しみにしてくださればなと思っております。あとは、そうそう、今回のメインなんですけど、質問募集します。まあ質問、そうだね、結構前なのよ最後にやったのが質問コーナーって、1、2年ぐらい前かな質問コーナーやったのが。そうなので今回この動画で、ディスコード内で聞いてくれたものに関して、まあ、選ばせていただいて、次の動画でちょっと質問を答えていこうかなっていうところでござんす。なんだこの手、なんだこの手、こんなダンスあったな。なので質問ください。これみんなが喋ってるところでバッと書いてくれたら、その中から選ばせていただきます。何卒ご協力のほどよろしくお願いします。これもタイミング見てなんだけど、生放送とかもディスコードメンバー限定で YouTube のライブ配信もしようかなと思います。まあ限定公開の URL をディスコードだけに貼るので、そこをタップしてもらえれば、そこをクリックしてもらえればデケラッチョできるような、そんな感じにしようかなと思ってます。これはね、まあ、たくさんできるかっつったらちょっと話は別なんだけど、まあこれもねちょっと視野に入れてやっていこうかな。いや便利よ本当に。こういう場所が一つあるだけで、一人でねゲームポチポチやるのも結構限界があるじゃないの。なので、まあ、せっかく無料なんでね、ディスコード自体は無料なんで、アプリでも落とすことができるので、ぜひダウンロードして、やってみたらいかがでしょうか。やってくれたら嬉しいな、やってくれたら嬉しいなだよ、やってみたらいかがでしょうかって、一緒にやろうぜみたいな、そんな感じなんで、はい、というわけでね、まあちょっとおさらいになっちゃうんだけども、みんなからの質問企画等やっていけたらと思っておりますので、めちゃくちゃ噛むな今日。まあいいや、まだねディスコードサーバーぎこちゃんのやつ入っていないよって方いたらね、ぜひとも概要欄に URL リンク貼っとくので、そこをタップしてもらえれば、ぎこちゃんのサーバーに、まあ、自動的に入ることができるので、そちらから、参加よろしくな。はい、というわけで以上ぎこちゃんでした。ディスコードで今後も楽しもうぜ、イエーイ。